皆さんからリクエストを寄せられたアンケートについて、10代から60代までの1万人に調査した結果をまとめました。今回実施したアンケートは、昔よりつまらなくなった、テレビ番組面白くなくなった番組は、どれ?という内容です。では、早速見ていきましょう。60位は、さんまのお笑い向上委員会。みんなの意見はこちら。最初は面白いのかなと思ったのですが、見てみると、芸人の人生相談みたいな番組だとわかり、正直視聴者として、芸人の人生相談は何も楽しくないから。59位は、ジョブチューン。あの職業の秘密ぶっちゃけます。みんなの意見はこちら。以前は面白い企画だと思って時々見ていましたが、だんだんとネタが尽きてきたのかなと感じるようになって、この番組はあまり見なくなっています。58位は、上田と女が吠える夜。みんなの意見はこちら。ゲストの話が大げさで、作ってるのかなと思ってしまう。夫婦で録画してみていたが、最近は見なくなった。上田が面白くなくなった気がする。57位は、林修の今でしょ?講座、みんなの意見はこちら。昔は、林先生の話が、学びが多く楽しかったのだが、だんだんアップデートされない彼の考え方が目立つようになり、つまらないと感じる。56位は、座神技チャレンジ。みんなの意見はこちら。毎回似たような番組構成なので、最初は物珍しくても、だんだん飽きてしまうから、出ている人が、軒並み地味なので、興味をそそられないから、クレーンゲームや、いろんなチャレンジなど、結局大筋は変わらずやってることは、毎回ほぼ同じ。違うバリエーションがないのかなと思う。55位はサンデージャポン。みんなの意見はこちら。カルト宗教を擁護するなど、反社会的な感じがするので、全く笑える内容ではなく、面白いとは思えないからです。メイン MC の太田光が全く面白くない。騒いでいるだけで、空気を凍らしている感じが、ここ数年が感じられて、面白さがなくなった。54位は、ネプリーグ。みんなの意見はこちら。なんとなくマンネリ化したように思う。変わり映えなく、番組が進化していないように思うので、どうしてもこの人は見たいという人が出ない限りは見たいと思わなくなった。昔は、盛り上げ上手な芸能人がよく呼ばれていた印象だが、東大生とかを呼び始めてから、とにかくつまらなくなった。学歴とお笑いは、別物と痛感させられた。53位はバナナサンド。みんなの意見はこちら。後半部分の企画があまり面白く感じないから、前半部分の音程を外さずに歌う企画で、全てしてもらってもいい?最近、バナナマンがちょっとずれているような気がします。企画意図を曲げたりしている部分が見えて、ちょっと嫌だなと思います。紹介してくれたものだけを食べる。という決まりなのに、お店の行為で出されたものも食べるようになっているのは違うと思います。スタッフが食べる、日村は食べられない、というくらいにしてもいいのにと思います。52位は、ラブイット。みんなの意見はこちら。過激な内容が増えたように思うから、笑える内容というより、辛く感じることがある。川島さんはよくまとめていると思え言う。日本テレビの昼なんです。と、番組構成が似ているので、最初は新しいものだと興味を持っていたが、だんだんと飽きてしまったから。51位は家事ヤロウ。みんなの意見はこちら。以前は家事や時短についての裏技的なことをしていて、とても参考になったのですが、今はカルディとかインスタや SNS などでバズっているものをこすっている番組に見えてしまい、見飽きてしまった。CM がなかったり、番組自体の知名度がなくなってきていると思う。家事について、素人でも関心が向くような企画をやってほしい。50位は、海運。何でも鑑定団。みんなの意見はこちら。美術品に、造形が深い石坂浩二がいなくなって、つまらなくなった。今の MC は、出演した素人のいじりしかできない。そういう番組じゃないと思う。個人的にですが、いまいち価値があるものではないようなものが増えた気がします。ペコちゃんのお人形みたいに、結構たくさん出てくるものでも、貴重なものかな、という感じです。前は貴重なものが多かっただけに、残念です。49位は帰れマンデー見っけたい。みんなの意見はこちら。昔に比べると、内容がワンパターンになってきた。そのため、最近はチャンネルを見てても、特に関心が持てない。コロナを挟んでから、番組自体が内容が薄くなり、あんまり面白くなくなってきたように感じている。以前はワクワクしていたが、マンネリ化なのかわからない。48位は、沸騰ワード10。みんなの意見はこちら。コーナーがマンネリ化してる。時世の情報が入ってくるからいいが、何度も同じコーナーをしてて、もう飽きている。以前はピックアップしたタイトル通りの内容でしたが、
最近は無関係のタレントさんが出演することが多い気がします。しかもタレント2世やタレントの一家が出るような内容でつまらないです。47位は林先生の初耳学。みんなの意見はこちら。ドラマや映画の宣伝のために俳優を呼んでインタビューすることが多く、あまり見なくなりました。前にやっていたアンミカのパリコレ挑戦は面白くて毎週見ていました。林先生はもう賞味期限切れだと思います。聞いていても素直に納得できない。変な癖のようなものを感じてしまいます。46位は狼少年浜田歌謡祭狼少年。みんなの意見はこちら。なんかもはややる意味あるのかもよくわからないです。あの類の番組はたまにならいいですが、毎週流行らなくてもいいのではと思ってしまいます。浜田歌謡祭ってなんだよって感じ。芸能人の、しかも別に歌がそんなに上手くない人のカラオケ番組を見て何が面白いのかなぞ。昔はもっと違う番組でしたよね。なんで歌番組になったんだろう。方針変わってから全然見ていません。45位はクイズプレゼンバラエティ Q 様。みんなの意見はこちら。学歴を前面に押し出したクイズ番組のパターンにはもう飽きてしまいました。タレントではなく視聴者参加型のクイズ番組の方が視聴する気が起こります。昔は様々なゲストが出ていた印象があるが、最近は固定のメンバーをローテーションしていてマンネリ化してきていると思うから、クイズのネタが尽きた感じがするし、 YouTube でさっと見たい場面だけ見る習慣ができたせいもあり間延びした感じがするから。44位はサタデープラス。みんなの意見はこちら。出演者と企画内容が改定されたため、以前のレギュラー出演者のファンだったため、同じ事務所の後輩出演者のことは好意的に思っているが、発言機会が少なく内容が大きく変わってしまったように感じるため、アンミカさんが出るようになってなんか変わった、楽しみにしていた番組だけに残念。今でもたまに見てはいます。土曜の朝からアンミカを見たくない。旅サラダを見るようになった。勝手にランキングとか楽しみだったのに。43位はジョンソン。みんなの意見はこちら。全部が中途半端な感じで面白くない。結局は芸人さんのトーク力に任せている感じだし、回によってはただただ下品な感じになってしまっている気がする。リンカーンの時ここの面白さや得意なことやチームワークがすごく見ていて楽しく感じていたが、今は新鮮さがないから単純にマンネリ化している。出ている芸人もキャラが決まってしまって面白みが半減しているように思う瞬間が多々ある。42位はダウンタウンデラックス。みんなの意見はこちら。ただの仲間内のおしゃべりというだけで話を聞きたいというゲストもいません。以前はゲストの組み合わせが面白いとか珍しい人の話が聞けるということで注目を浴びていたが、今は見なくなりました。出演者は頑張っていると思うが、テレビ側の無理強いが感じられる時があり、過激すぎても笑えないのでつまらなくなってきた。以前からダウンタウンのトーク番組やコント番組が好きで拝聴していましたが、ある放送回でこのタイミングで笑えと言わんばかりの番組演出に急激に冷め、以降は見ていない。41位はマツコの知らない世界。みんなの意見はこちら。マツコさんのトークだけで持っているイメージ、マンネリ化とゲストのキャラクター、また取り上げる世界にあまり新鮮さを感じなくなった。毎週ネタと人を探すのが大変なのか、面白い時とそうでない時の差が激しい。最近やっつけ仕事になってきた回がある。マンネリ化していてあまり見ていて新鮮味を感じない。番組そのものは好きだが、もう少し流れにひねりが欲しい。40位はミヤネ屋。みんなの意見はこちら。このニュース番組自体がつまらなくなった。表面的な出来事を伝えることはしているが、深掘りするような内容があまりなかったりしているので、情報が伝わらない。ミヤネさんの熱量が減ったのかなと思う時がある。もっと以前は勢いがあった印象。疲れてきたのか？年齢か？むしろ心配になる。司会者が高齢になったために、滑舌が非常に悪く、何を言っているのかわからないということが頻繁に発生するからです。39位は激レアさんを連れてきた。みんなの意見はこちら。最初はいろんなレアキャラがいるなぁと楽しみに見ていたが、だんだんとネタ切れ感を感じるようになったから、激レアさんではない人が増えてきたように感じます。一連の番組の流れも恒常的になっているように感じます。弘中綾香アナウンサーが産休に入り、いろんな人が代打で出演していたが、ずっと弘中さんで見てきたせいか、紹介用のフリップ等すごく違和感を感じてました。
正直、面白いんだろうなと思ったけど、弘中さんだったら、倍以上面白くなってただろうと思います。弘中さん独特の言い回しや、言葉のトーンが引きつけられるんだろうなと感じました。最近、復帰したので、以前のようになってほしいと思います。38位は、月曜から夜更かし、みんなの意見はこちら。以前は毎週録画までして楽しみに見ていたのですが、さすがにいつも同じ内容すぎるように思って録画はやめました。たまに気が向いてみると面白いので、最近に見始めた人には普通に面白いと思います。インタビューされる人たちがわざとらしく作ってるのかなと思う。そんなにびっくり人間ばかりいるのかなと思ってしまう。村上の MC は未だ健在で面白いと感じるが、マツコはさすがにキレがもうない。放送時間がなどが変わってみるタイミングを失ってしまった。37位は、行列のできる相談所、みんなの意見はこちら。始まった当初の方がお腹抱えて笑える内容だった。だんだんテレビの規制が厳しくなって、何年面白くなくなったから流行しているものを紹介したりしますが、特に興味がなかったりエビデンスがなかったりするので、あまり紹介しない方が良いのではと思っています。ただひたすらダラダラご飯を食べて感想を言ったりするだけで、これじゃない感が半端ない。日曜の夜に面白くもなければ大してためになるわけでもない番組を1時間流すのはもったいない。36位は、世界丸見え、テレビ特捜部、みんなの意見はこちら。年齢層が高めになり、若い世代が見るような番組ではなくなったと思う。 CM で見ることもない、ネットニュースにもならないので、知名度がなくなってきていると感じる。昔はコンプライアンスなど無視した過激なことも放送していたが、今ではオーバーなリアクションでつまらないことをただ放映している。番組にあまり面白みがなくなってきたと思う。話題がなくなってきたのではないかとも思うけれど、どこかで見たような話が多い気がする。35位は、千鳥の鬼レンチャン、みんなの意見はこちら。鬼レンチャンがマンネリ化している。特番で鬼レンチャンするが、2時間の枠で見ると飽きてしまう。目玉となる人が出ないと面白くない。サビカラオケの挑戦者が個性的で、それに対する千鳥やかまいたちのヤジが面白かったのですが、最近は有名アーティストが多くなってきて、ただ上手い人の挑戦を見てるだけになっていて、つまらなく感じます。上手な人が先に進んでいくのが当たり前になってきたのは良いとして、芸人やタレントの下手な歌を聞かされることが長くなって気がして耐え難い。34位は、徹子の部屋、みんなの意見はこちら。好きな番組で見ていますが、最近は世間で注目度の高いゲストが来る頻度が少し下がっているような気がします。この方に登場してほしいと思う芸能人、文化人が最近少なくなってきて、だんだんとあまり興味を持てない方しか登場しなくなりました。ゲストが公開処刑されているようで見ていられない。さすがに需要を感じられない。33位は、有吉の壁、みんなの意見はこちら。テレビの規制が厳しくなったからか、攻めた内容じゃなくなって見応えがあまりないように感じるようになったため、レギュラー番組になったことで、特番時代にあった大勢の芸人さんが一度に出演する、目新しさ特別感が薄れたように感じます。なんか最近は芸人ではなく作家が考えているんだろうなぁと感じて冷めてしまう時があります。番組の後半の歌ネタの部分は、美術さんと作家さんが頑張って作ったのを芸人に落とし込めただけの印象。正直に書くと悪口みたいで失礼しました。32位は、桜井、有吉ザヤ会、みんなの意見はこちら。企画内容が変わったため、以前のゲスト出演者のトーク中心の企画が好きだった。現在はクイズなどの企画が多いため、部屋に芸能人が遊びに来て、いろいろおすすめ等を披露している時の方が面白かったと思います。どんどん二人がおじさんになっている気がして面白くないです。ドラマや新しい番組の宣伝のゲストを呼んで、家でおしゃべりするだけの番組になってしまったような気がします。前のスタジオ収録の企画の方が良かったです。31位は、あざとくて何が悪いの、みんなの意見はこちら。田中みな実さんや弘中アナといった人生経験豊富な二人がわーおーは言っていたのが面白かったので、視界が変わってしまって残念。エンタメのあざとさではなく、ガチのあざとさを感じてしまって、生々しい田中みな実のキャラクターと魅力が生きていた番組だと思う。鈴木愛理はキャラ変更を試みているようだが、清潔感がありすぎてあざとさが足りない。本当に可愛いので、メイン MC の田中みな実がいなくなったから、山里亮太との掛け合いが好きだったのに、
それがなくなり面白さがなくなった。出演者が変更となったため、以前の出演者の方が番組内容に合った的確なコメントをしていたように思うため、30位は人間観察バラエティモニタリング。みんなの意見はこちら。同じ企画が多く、出演する人が大体決まっているので、誰だかわからないという設定でも分かってしまいます。最近はドッキリの内容が定番化していて見ていて、新鮮味がなくつまらなく感じています。歌が下手なおじいさんは実は大物歌手だったのドッキリがジジャパンの年と米米クラブの石井達也はもうお腹いっぱいです。あとはスタジオおなじみメンバーが仲良いのが伝わりますがテレビのトークとしての会話がつまらなくブラックマヨネーズの小杉が叫んでいるだけの印象です。びっくりやドッキリ系の企画物が減った気がするから歌手やスポーツ選手が一般人になりすます企画などが多い気がする。以前見て思ったのはなんかやらせっぽいなという印象だったしもう少し視聴者がワクワクするような企画が欲しいところである。29位はポツンと一軒家。みんなの意見はこちら。探し出すのが大変なのだとは思うが回を重ねるごとにこれはどうだろうと思う時と無理にエピソードを引き伸ばしている時が増えてきたからポツンと一軒家という趣旨なので仕方ないのかもしれないが嫁いできた人の生活に同情してしまうエピソードが多くなってきたためポツンと加減が毎回毎回同じなので相当変わった人が住んでいない限り最近では途中でチャンネルを変えてしまいます。ポツンと一軒家もマンネリ化が見える。再放送だったりが多く、新しい家も少なくなっているのか、新鮮味がなくなったから。28位はミュージックステーション。みんなの意見はこちら。昔ながらの音楽番組ですが、今は YouTube などでいつでも好きな音楽が聴けるし、過去の映像も流れますが、これも特別感なく、いつでも見れる感じがします。今の時代、アーティストの生配信なども見れるようになったため、M ステ制放送というありがたみはない。むしろ、アーティストごとに出演時間は短いし、無駄なトークも面白くないし見る意味がなくなった。好きなアーティストが時代が変わって出演しなくなったというのもあるが、タモリのやる気のないトークを聞いているのも、だるくなってきた。なんかテンポの悪い盛り上がりに欠ける、音楽番組という印象になり下がった。YouTube 見ている方が楽しい。27位は笑点。みんなの意見はこちら。紫の楽太郎さん。六代目円楽さんが好きだったので、いなくなって寂しいです。YouTube で昔の放送の切り抜き動画を見ると、本当に面白いので、なおさら現在とのレベルの違いを感じます。司会が変わり、三平さんが入った頃くらいから、前の司会よりも面白くなくなったと感じた。また面白いメンバーの高齢化と、小遊三さんのセクハラっぽい回答が時代に合わなくなってきたことから面白さが減った司会者をはじめとして出演者の多くが他界してしまい代わりになる人が見つからないような感じです。なので10年以上視聴していません。やはり現在のメンバーだけでは技術不足というかキャラ設定が固まっていないので笑いどころが変わってしまったような印象です。歌丸さんと楽太郎さん時代が一番面白かったと思います。26位は新しい鍵。みんなの意見はこちら。最初はコントが面白く録画して見ていたが最近はかくれんぼばかりのような気がする。かくれんぼだと自分は興味がない。以前はコントなどがあったが今はコントはなくロボコンみたいなことしたり高校生とかくれんぼ企画が多くつまらなくなった。最近は学校鬼ごっこばかり。最初の頃はコントもコントのいろいろなキャラも面白かったのに面白いことをやるんだという勢いがなくなった。学校が違うだけで、特に隠れ方などにマンネリ化を感じてしまいます。来てもらう学校はいいけど、それを見ている側は、すでにだんだんつまらなく感じてしまっている。25位は、千鳥の癖がすごいネタ GP。みんなの意見はこちら。見る側の感覚がどんどん麻痺しているのか、慣れてしまっているのか、面白さが薄れている感じがします。最初は面白くて毎週見てましたが、クセスゴ芸人がいつも一緒のメンバーだし、ネタも同じようなものばかりなので、飽きてきた。コラボやタレントに演出してやってみたという内容ばかりで、クセが強い芸人単品で十分面白いのにもったいないと感じるため、最初は千鳥という芸人がすごく面白いと知ってみていたが、だんだん千鳥にも慣れていき、面白いというより、いつもの感じねと思うようになったから、24位は踊る。さんま御殿。みんなの意見はこちら。さんまさんも大御所になってきて、ゲストの方が年下で後輩が増えてきているせいなのか、
先輩を持ち上げる接待トークショーみたいになってきた。さんまさんのノリにゲストが頑張って乗っているが、ついていけてないのを見るのはしんどかったです。昔は面白いと思ってました。でもここ最近はゲストが若い人が多く、司会者のさんまさんにタメ口で受け答えしてるのを見るとなぜか残念に思う。昔は大物がたくさん登場して盛り上がる番組だった印象だが、小粒でつまらない内容が多くなってきたように感じる。踊るさんま御殿は新しいことがあまりなく、よほど暇を持て余していて、録画番組も見終わったくらいでないと見る気になれない。23位はアッコにお任せ。みんなの意見はこちら。ワイドショーのはずだが、周りのタレントが和田アキ子を立てるために必死になっている様子がここ数年感じられるので、見ていて痛々しい。アッコさんが病気がちで番組の準備をする時間がないのか、その場で情報を聞いて個人的な感想を述べ、ゲスト出演者たちも無理やりフォローする感じが最近はひどくなってきたと思う。昔は結構見ていたのですが、やはり最近はもうアッコさんがお年を召してきたので心配というかハラハラする感じで見ていられないです。アッコさんかが年をとって、アッコさんならではの強い感じや覇気がなくなり面白くなくなったように感じるため、和田アキ子の勢いが良かった頃は結構面白く見ていた。最近は老害になってしまっていて、日曜日の昼下がりにわざわざ見ようという気にすらならない。22位はしゃべくり7。みんなの意見はこちら。出演者がだんだんマンネリ化してきてるような気がするため、ネタ切れ感がある。昔の方がはっちゃけてる感じがあって面白かった。以前はゲストをもっと掘り下げて楽しい企画が多かった気がする。最近は過去関わりのあった人を呼んで誰か当てさせるみたいなコーナーの頻度が高いが、一般人や一般人同然の人ばかりで会話がもどかしく感じてしまい面白くない。せっかく豪華なゲストが多いのだからもっとゲスト自身を掘り下げてほしい。もう全員おじさんで勢いがなくなって面白くないです。名倉は喋らないし、ホリケンも無茶しないし、ゆっくり話を聞く番組になりました。昔は見ていたのですが、今は興味深いゲストが出てきても芸歴の長い MC 芸人たちの餌食にされているというか、ゲストのことを全然立てない印象で見ていられないです。しゃべくり7はパターンが一緒だから、あまりテレビに出ない面白そうだと思うゲストが出ないと見る気にならなくなった。21位はダウンタウンのガキの使いやあらへんで、みんなの意見はこちら。まっちゃんが出ないから、浜ちゃんは面白いけど、二人が看板でより面白いと思う。芸人にもよるけど、また七変化、山ちゃんやめ変でを見たい。松本さんが出なくなってから、圧倒的につまらなくなってしまったという印象です。トークもないですし、企画も昔は毎週新しいものをやっていた印象が強いですが、最近はそういうこともなく、レギュラー陣も年を取ってしまって、チャレンジする意欲も内容でかなりパワーダウンしていると思います。もともとダウンタウンのファンというわけではないが、きちんと中身のある芸風というより、オーバーなリアクションをして、その場だけ楽しければいいよねみたいに、無理して盛り上げようとしている印象を受けるから、面白い回は神がかり的に面白い。しかし、面白くない回は全然笑えない。最近、面白くない回が多くなってきていて、残念である。ガキツカの年末特番がなくなってから、あんまり見なくなってしまった。ただなんとなく、だらだらと番組を作っているようにしか思えない。20位はチコちゃんに叱られる。みんなの意見はこちら。前は素直に驚いていましたが、何回か根拠不明な説を出して専門家の方から苦言を呈されているのを見て冷めてきてしまいました。ダンスなどで子供受けを狙っている割に女性問題を起こした岡村隆史をいつまでも使っているのも興ざめです。チコちゃんの上から目線的なコメントが最初は斬新だったが、最近は自分が疲れているせいか叱られるとイラッとすることが多くなった。取り上げる内容もネタが尽きたのか、驚くような内容ではなくなったから、チコちゃんのキャラクター自体に飽きてきた感じです。内容も知りたいと思うようなことがあまりなく、見ても見なくてもどちらでもいいという感じになっています。最近は同じ内容の再放送が多く見られる。再放送でも印象に残っているものをやっているので新鮮味がない。マンネリ感がひどいのと、出演者の印象が悪くなる一方で、ためになるわけでもない知識を面白くもなく垂れ流すだけにな。 TTK た番組がいつも同じテンプレートで、雑学の内容もそんなに面白くなく、飽きたから。また番組に出てくる人も同じような感じで変わり映えしないから。19位はほんまでっか TV。 みんなの意見はこちら。専門家の先生の話は斬新だけど、
一般的ではなくて、その時は驚くけれど記憶に残らないから続けてみようという気にならなくなった。番組の内容も好きですし面白いと思っています。ただ個人的にはマツコデラックスさんが出演していた頃くらいの頃が面白かったように感じます。昔は結構楽しめたというイメージがあったのですが、もういい加減ネタ切れという感じでマンネリになっていると思うからです。前はびっくりするような知識やモテ仕草など面白い企画が多かったが、今はマンネリ化してきた気がします。前は録画して見ていた番組、やはり形式や出演陣がマンネリ化というか、内容がほんまでっかというほど驚かなくなった。18位はロンドンハーツ。みんなの意見はこちら。尾形のドッキリに頼りすぎているように思う。他の回も同じようなネタでの使い回しが多く、新鮮さが足りないから。昔はハニートラップなど攻めた企画が多くてワクワクドキドキしながら見ていたし、ゲスな感じが良かったのに、最近は私服のセンスを競い合ったり無難な企画ばかりで面白みに欠けます。全く見なくなりました。量産に色々ある前は見ていたけど、アツシだけだと悪が強すぎて見る気になれず、だんだん遠ざかってしまいました。今はオードリーを見ていたい気分に変わりました。昔はトラップガールが出てきてカップルの本気度を試すなど面白企画満載であったが、最近はあまり長く見ようという意欲が湧かないぐらいの薄い内容である。1回の放送が1時間だったのが30分に短縮されたことで、翌週も続けて見なければいけないという義務感、およびたまたま気が向いて見始めたらそれが企画の後半の回だった時の疎外感がちょっと嫌です。企画自体は面白いと思います。17位は王様のブランチ。みんなの意見はこちら。若者向けの番組になっているので、年齢を重ねていくと面白さを感じづらくなった。マンネリ化してきていると思った。食べ物に関する情報や特集ばかりで飽きてきてしまったため、もともとグルメ情報が多かったが、他の番組も飲食店関係の企画が多く感じるので、以前は買い物の達人が好きで、特に興味のあるタレントさんがどういうものに興味を示してどんな風に買い物するのかを見るのが好きだったけど、なんだか今はグルメとかに寄りすぎているようで面白くないと思った。ゲストが定番化しすぎている。もう少しいろんな芸人のゲストが見たい。本当に買い物を楽しんでいるゲストの会は見ていてすごく楽しいですが、仕事で買い物しています。感の出る芸人は見ていて冷めます。ディズニーと似たような最新トレンドしか扱わなくなってきた。出演者も二流タレントばかり。16位は奇跡体験。アンビリバボー。みんなの意見はこちら。断然この番組です。以前は心霊ものなどをよくやっていましたが、最近なくなってしまい、今の番組を視聴していてもマンネリ化して感じる。最近は SNS などで普通に様々な映像が流れすぎているせいか、テレビでわざわざやるような驚くような話がなくなってきたと思う。昔は心霊写真や番組名通り信じられないような事件や怪現象を取り扱っていた気がするのですが、最近はアニマル映像や衝撃映像が多くなっていて、他で見たことあるような映像ばかりで面白くないです。ビートたけしが降板してから見なくなりました。取り上げる情報に新鮮味がなく、同様のパターンを繰り返しているだけで面白みがありません。可愛い動物の映像とか面白映像の回が多くなって、再現ドラマとか独自のネタが減った。題名と番組内容が合ってないと感じる。以前は夏になると心霊写真特集などをしていたが、今は心霊写真特集をしなくなったし、実際にあった国内の話ではなく外国の話ばかりしている。15位は芸能人が本気で考えたドッキリグランプリ。みんなの意見はこちら。以前は特番だったこともあって、ドッキリの内容も斬新でリアクションも新鮮で面白かったのですが、レギュラーで毎週やるようになってからは同じドッキリの内容が多いし、ターゲットも同じ人ばかりだし、最近は逆バンジーばっかりやっていて面白くないです。犬を使ったドッキリとか家族に向けたドッキリ企画を最初に行うようになっていて、つまらないなと思います。シンプルだけどびっくりするようなことを試していく内容だったと思うのですが、そこからちょっとずれているような気がします。わざとらしい感じもするし、以前に元自衛隊の女性芸人のやす子が言っていたあれはいじめですと言っていたのが気になってしまって面白くなくなった。やりすぎが原因で炎上してからハードなドッキリがなくなって見応えがなくなったなと感じるようになったため、
同じ再放送みたいな秒でドッキリが多すぎるのと、あのお化けネタが時間長すぎて飽きてしまう、もっとテンポ良いドッキリが見たいな。14には0でみんなの意見はこちら。始まった当初は新しい企画が多かったが、ここ最近はゲストも話題の人ではなかったら面白みに欠けると思うようになった。デーデーの前は加藤浩次さんがスッキリをやっていましたが、ライブなども定期的にあったり、企画も面白かった。アンミカとかこの時間に余っているタレントを無理やり出演させてきて見る気がなくなった。朝の番組で一番出演者がひどい。新しい朝の番組ということで期待していたが、あまりにも出演する芸能人がひどい。あまり物ばかりと言われるのもしょうがない気がする。朝一番治安が悪い出演者が揃っていると聞いて、見てみて納得した笑い。やっている内容は面白いかもしれないが、すぐに見る気がなくなりました。うーんという感じ。 MC が好きなので見ていたけど、なんか飽きてしまった。13位はアメトーク。みんなの意見はこちら。司会者が変わってから番組にメリハリも少なくなったように思うし、面白みがなくなったと思う。運動神経ない芸人とか絵心ない芸人とかの特番にならないとあまり見る気にならなくなった。宮迫さんがご出演されなくなってから圧倒的に見る気が失せたのもありますが、やはりオタクな私としてはサブカルチャーテーマが減ったのと、おっさん臭のするテーマばかりになった印象がありつまらなくなりました。芸人という違うネーミングの回でも出演する人が多少違うが、あまり変わらない顔ぶれのような気がします。雨上がりで司会してた頃が楽しかったなと思い、全く見なくなりました。いろいろがマンネリ化してるのかなと思います。マニアックな内容でいろんな視点から話をする芸人がすごく楽しかったが、最近はあまり自分が興味をそそる話がないため単純に面白くなくなった。やってる内容も見たいと思わない。もっと昔の内容みたいなのをやってほしい。芸人さんの起用法も考えた方がいい。12位は思うまい店。みんなの意見はこちら。放送開始時は店主や料理人、オーナーにフォーカスされ、素直に料理の森などの心意気や経営理念などに感動していたが、ある放送回でスタッフの感動させようとする演出や BGM が流れたのをきっかけに番組に対して急激に冷めた。昔と比べると内容がやや薄いと感じるようになった。番組自体は好きなのでもっと練ってほしいなと思っている。初めの頃は名物店主のような人が出てきてキャラクターが加わって面白かったけど、今は普通の人ばかりで面白くなくなりました。なんか内容が薄いなと感じる時があります。編集の具合なのかもしれませんが、たまにもう終わりみたいになる時があります。笑えるようなお店や面白いと思えるお店が減っているように感じることが増えたため、ヒロミのやる気のない適当すぎる MC とそれに忖度するバイキング小峠のコメントが見ていられない。半年で見飽きた。11位はザ・鉄腕ダッシュ。みんなの意見はこちら。以前は TOKIO のメンバーが輝いていて楽しかったけれど、メンバーも減り後輩を育てるという感じになってきて、なんだか無理があるなぁと思うようになっています。人が変わったりしてみようと思わなくなった。企画も若者向けに感じなくなり、若者が見るような番組ではなくなった気がする。以前は日曜日の19時といったら鉄腕ダッシュでしたが、山口さんがいなくなり永瀬さんもいなくなったあたりから魅力がなくなったと思います。やはり5人揃った TOKIO が出ていたからこそ魅力があり、視聴者を引きつけていると感じます。ダッシュ島に山口さんが関わらなくなってからつまらなくなりました。 TOKIO が3人体制になった頃からつまらなくなりました。 TOKIO 以外のレギュラーメンバーが入れ替わり立ち替わりが多く、安定感に欠けるように感じます。タレントさんを売り出すためなのでしょうが、以前と比べるとつまらなくなりました。深夜からずっと見てましたけど、メンバーも永瀬くん、山口くんがいなくなってしまったし、農作業ばかりでつまらなくなってしまった。電車と走ったりストリートライブやったりしてる TOKIO が好きでした。新しいメンバーが入ってきたものの、メインの TOKIO がコーナーに勢ぞろいすることが少なく感じる。もっと全員で取り組んでいる姿が見たい。10位は誰かトゥーな会。みんなの意見はこちら。松本人志と中居正広だからゲストとの掛け合いや絡みが面白く録画してまで見ていたが、今は面白さが半減してるから、松本さんがいなくなったから結局あの週刊誌は何も責任取らずに逃げている。その影響で茶の間がつまらなくなった子を気づいてない。
やっぱり松本さんがやっていた時は面白かったが、松本さんがいなくなった今、MC が弱いように感じるため、最初からそんなに面白いとも思っていませんでしたが、意外な組み合わせの二人を引き合わせるところが良かったと思います。今は特に驚きもないし、見たいとも思わない組み合わせなので、興味も惹かれません。やっぱりダウンタウンの松本人志の存在は偉大だなと、つくづく感じます。松本さんが出演しなくなってから、二宮さんや、ムロさんとか MC として出演していたが、松本さんみたいな、鋭いツッコミはできないし、まとか場の雰囲気など、全然違うなと感じました。まっちゃんとやってた頃の方が良かったと思い、ゲストに興味あるなしに関わらず、全く見なくなってしまいました。9位はワイドナショー。みんなの意見はこちら。まっちゃんが司会から退いてから全く見なくなりました。いろいろ問題が出始める前から抜けた記憶ですが、それすらも記憶にないくらいすっかり見なくなりました。松本さんが降板されてからかなりつまらなくなりました。この人の意見を聞きたいという人がいないためながら身も辛い状況です。このままだと残念ですが、近い将来打ち切りもあると思います。松本人志さんが出ていた時は彼の発言を楽しみにしていたが、今は出ていないので番組自体に面白みがなくなってしまったと思うから、まっちゃんが出なくなったからいろいろな事情の前からでなくなって残念だった。例えば話題のニュースに関してまっちゃんがどう感想をまとめるのかに興味があったから、やはりダウンタウンの松本さんがご出演されていないのは大きいと思います。彼が何を言うのかを楽しみで見ていたところはありますが、今はご出演されていないので全く見たいと思いません。ほぼ生放送で流していた時が良かった気がします。今は他の番組と同じ感じで見たいと思いません。芸能人が好き勝手に話すと言っても結局保身に走っているし、他の番組でもコメンテーターとして選ばれる人しか出なくなった気がします。8位は坂上&指原の潰れない店。みんなの意見はこちら。しょうがないのかもしれないが、前もこんな話なかったっけというような内容が被っている回が何回かあった。だんだんネタ切れ感が出てきていて、テーマ内容を見た時に特に見たいと思わない回が増えてきたように感じるため、最初の頃は好きな店も特集されていて楽しんでいた。最近は芸人がお菓子開発に参加していたり、タイトルの趣旨と大きく変わっている。芸人がお菓子作りするとこ見ていてもつまらない。料理番組がやりたいなら他でやってほしい。ロケを頑張っている芸人にひろみさんや坂上さんが心ない一言を言うのを何回か見て、なんで家でもこんな気持ちにならなきゃいけないんだろうと思い、最近では見ていません。番組がつまらなくなったというより、出ている芸能人の人が好きではありません。昔に比べ斬新な情報がなくなってきた。あと出演している芸能人に大御所ぶった偉そうなおっさんが多いのが気に食わない。焼肉のお店かなんかの特集の時にスタジオの濃いおじさんたちがあれこれ言いながらお肉を試食して何を見せられているんだと思って冷めた。もうちょっと若い人をスタジオに呼んでほしい。7位は人志松本の酒のつまみになる話。みんなの意見はこちら。若手に近い芸人が登場するようになって面白みが減ったような気がします。また松本さんがいたことで話が面白くなることが多かったんだなと思いました。松ちゃんがテレビに出なくなったから後輩の芸人さんが盛り上げてるのを見たけど全然面白くなかった。まっちゃんがいて成り立ってると思った。MC が松本さんじゃなくなり、それぞれの話自体は面白いけれど、あの独特な笑いがなくなり、つまらなくなったように感じるため、松ちゃんが回してくれないと、面白さが半減しています。早く戻ってきてほしい。第5も嫌いではないのですが、ゲストによって見るかどうかは判断するが、やはり MC はダウンタウンのまっちゃんの方が面白かったと思うから、やはり松本人志がいないとつまらないとは思います。第5が嫌いなわけじゃないけど、いまいちやはり面白さに欠けてしまいます。6位は水曜日のダウンタウン。みんなの意見はこちら。同じようなドッキリで同じ人ばかり引っかかってるので、冷めた目で見てしまう。わかっているのではないかなと思ってしまう。コンプライアンスが厳しくなったので仕方ない面もあるが、昔と比較し過激な内容が減ったように感じて残念である。以前はよく見ていたのだが、ある意味マンネリかといじめっぽく感じて見ていても嫌気がさしてきて最近は見ていない。22時台の放送であるためもう少し早い時間で放送してほしい。耐久系の企画をもっと増やしてほしいから、同じタレントさんの同じ企画に頼りすぎている気がします。クロちゃんなど初めは斬新な内容の説があって面白かったのですが、
最近はイマイチです。少し前にはコンプライアンスに反するような放送内容もあったようで嫌悪感さえ覚えます。炎上の回数が増えることに内容が薄くなっているし、それなのに出演者が怪我をしたりしているから見ていて心配になる。5位は世界の果てまで行って9。みんなの意見はこちら。レギュラーのタレントが次々と降板になり面白さがなくなった。手越優也のキャラクターが好きだったが、彼以上の逸材はなかなか現れないように思える。以前は録画予約をするくらいに好きだったが、お祭り男のやらせ発覚以来いまいち勢いや新しい企画がないように思います。とても面白かった手越さんがいなくなったから、また面白いメンバーが年を取っていって新たな面白いメンバーが必要なのに、あまりそういうメンバーがいないから、なんだかんだ手越さんが出ていた頃が一番面白かった気がします。アイドルとは思えないような扱いをされ、手越さんもやらされている感もなく元の感じが出ていてとても面白かったなと思います。もちろん今も面白いと思っています。ただ個人的には手越優也さんが出演されていた時がのイッテ Q が好きでしたし、面白かったように感じます。レギュラー陣が年を取ってしまい、ロケに行くメンバーも限られてきているし、メンバーが何かの大会に出ても昔は頑張って優勝しろと思いながら見ていたけれども、どうせ勝てないだろうという気持ちで見てしまっているから。4位は東大王。みんなの意見はこちら。普段から好んでテレビを見ることが少ないんですが、この番組は他の番組と比べるとわからないことが多く、すぐテレビを消してしまった。最初は緊張した出演学生の博識ぶりに感心しながらよく見ていたが、最近は学生もテレビ慣れしてきて大人たちがチヤホヤする感じがあまり好きではないから、最初はすごいと思って見ていたが、だんだん MC の芸能人チームをバカにするような雰囲気が好きになれなくなった。クイズの内容があまりにも難しいためなかなかついていけない。クイズ番組が好きでよく見ていたが、ゲストで出演していたタレントの回答やヒロミの絡みがあまりにもひどすぎて、キャスティングしたスタッフ、番組に冷めてしまった。ヒロミの MC は見ていてもあまり面白く思わなくなってしまい、見なくなりました。自分より頭の悪い人に MC をされている出演者たちがかわいそうです。3位は秘密の県民賞極み。みんなの意見はこちら。総合 MC が変わり、コロナということもあり、中央のテーブルでみんなが食事をするシーンがなくなったから、テーブルを囲って食べながらトークをするシーンが好きだったため、少し残念に思う。パターン化してきて新鮮味がありません。都道府県ごとではなく、日本と外国の違いを提示するなど、新しい切り口が必要だと思います。最初の頃はそうなんだと思うことがありましたが、最近はネタ切れと思うくらいつまらない。県民でも何それって思うネタもあるから、SNS などで放送内容が事実と異なるといった情報を見かけるようになり、地元に関することでもピンとこない、違っているように感じることがあるため、大阪と東京ばっかりでうんざりします。前はもっと地元民あるあるだったのに、最近は聞いてもそんなのあった？というニッチさで面白くなくなりました。地元の話題だと特に秘密でもなく驚きでもないし、作られたショーに感じてしまう。他県の場合もそうなのではと感じている。2位は有吉ゼミ。みんなの意見はこちら。ギャル曽根の大食いもマンネリ化していて、なんとなく見ているだけで全然変わり映えしなくて面白くなくなったと思います。有吉さんは今や日本で知らない人はいないという芸人さんであるが、以前より無理に笑わせようという雰囲気が出すぎているので逆に笑えない。好きなゲストが出演したとしても決められたセリフの発言が多く、お話が聞けないし笑うところがよくわからないからです。大食いや激辛チャレンジの後、坂上が挑戦者をバカにしているのが冷める。お前がやれよと思ってしまう。番組は好きだが見なくなった。ヒロミの DIY をやり始めてから見なくなった。芸能人の日曜大工とか誰も興味がない。まだ大食いの方が料理が映る分興味がある。芸能人の別荘を買う企画とかどうでもいいので、他の企画をやってほしいです。特に坂上忍は嫌いなので、彼がどんな家を買うとか心底どうでもいいと思ってしまいました。1位はヒルナンデス。みんなの意見はこちら。だいたいやることが決まってきているように感じる。だんだんいいともみたいな感じで、なんとなく毎日続ければいいかみたいな感じが
テレビ越しから伝わってくる。昔は芸人もタレントも大物が出ていたが、今や売れ残りのタレントとポットでのモデルやダンサーもどきしか出ていないので、単純につまらない。見るたびに大久保佳代子と伊藤麻子がロケをしているんだが、そんなおばさん二人のロケを誰が昼間っから見るんだよと思う。昔の方が面白かった。業務スーパーかコストコか久本の一人旅しかやっていないイメージ。ネタ切れなんでしょう。 MC があまりにもパッとしなくて見ていて辛い。共演者も誰っていう人が多くて純粋に内容を楽しめない。そもそも面白くない。面白い企画が減った。バラエティ向けの企画が多いが、昔の方が見ている人との温度差がなく、自分でも参考になるような企画が多かったと思う。ジャニーズの登場が減ったので見応えがなく感じる。曜日によっての温度差があり面白く感じない。ファッション系の企画が減っている。以上のような結果となりました。幅広い年代から意見を集めた分、意外な意見も多く寄せられていたように思います。次回の集計結果に反映しようと思いますので、皆さんのご意見もぜひぜひコメントでお待ちしています。賛否どちらの意見でも大歓迎です。こういうアンケートもしてほしいという希望があればぜひお寄せください。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。